なんさま体操。みなさんこんにちは。なんさま体操の時間です。なんさま体操はテレビの前の皆さん、そうです、目が合ってる皆さんと私中山が体操をして輝ける明日に向かって体操をする番組です。座ってじゃいけませんよ皆さん、立ってね、用意してくださいよ。はい、では早速体操に行きましょう。はい、ではね、最初の体操は振り子の運動です。振り子の運動は足を肩幅に開いて両手を左右に振るだけの運動です。いいですかね、体操なんて大変だと思う人、これだったらできるんじゃないでしょうかね皆さんねぜひね、2分間私と一緒にやっていただきたいと思いますね。立って、はい、待ってますよ。でね、足が悪い方、寝たきりの方もね、もしよかったら僕がね2分間体操しますね。ただ見てるだけじゃなくてね、ぜひ一緒に運動をして一緒に参加していただけたら嬉しいと思いますね。この運動でもいいし、自分でね動ける場所どこか探して2分間ちょっとその間ちょっと頑張って動かしてみる、そういうね挑戦を1日1個ね、積み重ねていってもらいたいと思いますね。はい、では体操いきます。1分間でね、はい、1分経ちましたって言いましたので、1分間頑張れる人は頑張って、まだ頑張れる人はもう2分間一緒にやっていただけたらいいかなと思いますね。ではいきますよ皆さん、いいですか、用意は。はい、待ってますよ、大丈夫よ、慌てずにね。はい、ではいきます。2分間よーいスタート。手を左右に軽く振っていきます、ね、何か、スポーツをする前の準備運動、なんか待ってる時間、ね、空いた時間に少しでもいいのでね、体をこうやって左右に振ってみてください、ね、手足もとっても大事ですけど、体の中心の筋肉もとっても大事です、ね、喋る時にねお腹とか動かすけど、なかなか背中がね、ちょっと振り返ってみてください。一日ね、背中を伸ばしたり曲げたりすることってあるかな。仕事ではあるけど、自分で意識して背中頑張ってるなっていたわったことあるかなとかね、考えてみてくださいね。そんな時にね、こうやって振り子で背中をねじって、体を伸ばしたり曲げたりしてあげて、あ、ちょっとなんかここが痛いなとか、なんかここ伸びにくいなとかね、そういうのを感じてみてください、体のねサインを。はい、1分経ちましたよ、ね、まだ頑張れる人一緒に振っていきましょう、ね、まだね、座ったまま横になっている方で動かしている方も、疲れたらね反対の手とか違う手でね足とか動かしてやっていきましょうね。もうちょっとで終わりますよ、はい、こうやってね体を動かしてだんだん温まってきたら、温まってきたらっていうのはね、体の血行が良くなってきたということです、ね、体の循環が良くなればそれだけ体の疲れや痛みも減るはずですね。ですのでしっかり軽い運動から始めて、ね、本番に、挑戦してみたらいいかなと思います、ね、本番はいろいろありますよね、仕事もあるし、それこそ本当の試合の時もあるかもしれません、ね、その度にこうやってね体をほぐして用意していただけたらいいかなと思います、ね、はい、終わりますよ、3、2、1、はい、 OK です。終わったらね力を抜いてゆっくり休みます、ね、その時にね頭からこうぐーっと体の感じをしっかり味わいます、ね、気持ちいい感覚、あ、なんかちょっと痛いなって感覚もあるかもしれません。そうやってね自分の体を感じることがとっても大事なので、休み時間はそれを意識してみてください、はい、ではね振り子の体操はこれでおしまいです。明日に向かって、なんさま体操。はい、今日のね2つ目の体操は、体のね前を伸ばす運動をしていきたいと思います。椅子をちょっと使いますね。はい、ですね、
でね、日頃ね、人間の体ってこうやって仕事はしないんですけど、いつもこうやってね前かがみのことが多くてね、ここが伸びなくなるっていうイメージあんまりつかないと思いますけど、ずっとこうやって前かがみでいると本当にね使わない筋肉はこれ以上伸びなくなって、体をこうやってもねぐーっと行く人もいればね、曲げてくださいって言うのこのぐらいしか曲がらない人がいますね。そういう人ってやっぱりねここがね伸びなくなって硬くなっちゃったりね、寒い時期は特にこんななって体がね丸くなります。で時にはねこうやって伸ばして、ここを伸ばしてね、この肺とかお腹に圧迫するのを伸ばしてあげて楽にするためにもね、今日の運動をちょっと試してみたらいいかなと思います。ね、やり方は簡単です。椅子を用意してね、椅子はねバランスを取るために用意してもらったらいいかなと思います、ね、で両手を掴んでアキレス腱の体勢ですね、両足を揃えて右足を後ろに下げますですね。で本当はこうやってアキレス腱普通にするんですけど、今日はねこのまま両手を前に片方外します。そして伸ばしていきます。なるだけぐーっと前にも伸ばします。この手をぎゅーっと前にね、ね、そしてそのまま伸ばしたままぐーっと上げます。そして真上12時で、ここでね今ねここが伸びてます。ぎゅーっと伸ばして天井に向かって手を伸ばします。ぎゅーっと伸ばしてでね、1、2、3、4、5、6、7、大きく時計の針のようにぐるーっと大きく回して、はい、で終わりね。これを、5回やろうかな、5回やっていきます。こうやって伸ばして、手はね大事なのは手をまっすぐ先に先に伸ばします。ぐーっとぐーっと伸ばします。これもぐーっとぐーっとなるだけ上に伸ばしますね。そしたらこの辺からぎゅーっと伸びていきます。そして最後もぎゅーっと伸ばして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 、そしてでここで休憩、いいですか、はいはい、では行ってみましょう。アキレス腱の姿勢からいきます。姿勢とって、では行きましょう。手をまっすぐ伸ばしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、カウントが合わなかったけどこんな感じでね、2回目2、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3回目3、2、3、4、伸ばして伸ばして5、6、7、8、9、10、4回目ぐっと伸ばすよ4、2、3、4、5、6、7、8、9、10、最後1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で終わり、はい、で反対側いきます。アキレス腱の姿勢ね、手をまっすぐ伸ばしますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここでなんか伸ばしたくなるね。2回目、2、2、3、4、ぎゅっと伸ばしてね、5、6、7、8、9、10、3回目、3、2、3、4、5、6、7、8、9、10、4回目、ぐっと伸ばして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 、4、2、3、4、5、6、7、8、9、10、5回目手をまっすぐ伸ばして伸ばしたまま伸ばしたまま1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。この辺からぎゅーっとこの辺がねビーンって伸びてる感じをしっかり味わって体の前を伸ばしてみてください。じゃあね、2つ目の体操はこれでおしまいです。何様体操で元気になろう。はい、 OK です。最後の体操です。最後の体操は体を前後に
揺らす運動です。バランスと足のお尻、お尻と足の運動ですね。ちょっと欲張った運動ですけど、しっかりやっていきましょう。やり方は足を前後に開いてね、体重を前にかけます。ぐーっとかけて、今度は後ろに下げます。ぐーっと下げて、前後ろ前後ろの運動を30秒やっていきますね。でこれを繰り返し4回やっていきますのでね、足を変えてねやっていきます。でバランスの運動なので、足をね今ねこうやってまっすぐしてますけど、これ結構難しいです。でこれが難しい人は後ろの足を外側に向けてやると、まだ上げやすいです。1、2。これでもちょっと怖いなって人は、壁とか椅子に手をかけたままでバランスをやってみてくださいね。でそれにこうグッともたれかかったままやるとあまり意味がないので、だんだんとこれ壁とかね椅子に手を離してもできるようになって、これもできるようになったら、だんだんと足をまっすぐしてね、自分でバランスが取れるように鍛えていってみてください。いいですかね。はい、でもね30秒いきたいと思います。いきますよ、よーいスタート。前後ろ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 といきますけど、これしっかりこのお尻ギュッと力入れます。抜いて力入れます。グッとグッと力入れます。グッと手つま先で蹴ります。後ろの足ねポーンと飛んでいくくらいギュッと力入れます。ギュッと、はい、では足を変えていきます。ギュッと変えて、今度は前前後ろで、この時も前に行く時にはこの後ろのお尻ギュッと力入れてください。ギュッ、もうこのぐらいお尻硬く、もう硬くってなるけど、なかなか柔らかいのでねしっかり硬くしていってね、ギュッ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 といきますよ。でしっかり蹴る、グッ、はい、もう早いよ、また足変えるよ。ギュッ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 、声だけじゃダメだよ足のお尻もしっかりね力入れてよ。よし、グッグッ、でしかも蹴る、この後ろ足これね、ギュッと蹴る蹴るギュッギュッギュッ、よし最後だ、頑張って、よいしょよいしょ、お尻力入れてギュッギュッ、そうね、おならをこう我慢するときにギュッとお尻を締めて締める締める、ギュッギュッ、体のね前は鍛えやすいんですけども、お尻とかね背中なかなか鍛えにくいんでね、しっかりここで鍛えていきましょう。はい、終わりましょう。3、2、1、はい、 OK です。はい、終わったらしっかり体の力を抜いてゆっくり休みます。はい、前後の、バランスの運動はこれでおしまいです。はい、今日の体操は振り子の運動で体を温めて、で2つ目はね椅子を使って体のねこの部分をギューッと仮面ライダーの変身みたいにギャッと伸ばす運動で、最後は、前後にね体を揺らしてバランスとお尻の運動をしましたね。ね全部いっぺんにするとね結構ハーハーしますけど、この3つのうちね1つでもやってもらったり覚えて自分で空いてる時間にやってもらったら、私ここでやった甲斐があるとね、ここ生きててよかったと感じれる瞬間なので、ぜひぜひ皆さんね、一つでも三つでもいいので、挑戦してみてください。明るく楽しい今を、自分で動ける幸せを、そしてかけがえのない素晴らしい今を、宝の森高森町の皆さんに届け、よいはい、じゃあね今日のなんさま体操これでおしまいです。皆さん最後までお疲れ様でした。さようなら、またおいでよ